いや皆さん、毎日オリンピック中継を見られてですね、一喜一憂と日本選手の活躍がもう北京の五輪の総獲得メダル数すでにロンドンオリンピックから抜いたと、昨日も女子レスリング金メダル2つと、まあ、日経平均株価もこのところ、まあ、9000円を目指す動きが見えまして、昨日は東証一部の売買代金1兆2000億円と、6月の19日以来でしょうか、まあ、商いが盛り上がる、商いを伴う株価の上昇と、まあ、ひとえに海外投資家が日本株のみならず世界の株式市場、まあ、買い戻しか純粋に純投資の買いかは色分けがつきにくいところですけれども、まあ、水準訂正が進んでいると。我が国は今日の新聞朝刊トップですと、もう解散含みに、まあ、国会はなったようです。私は、まあ、国会がどうであれ海外の欧州の機関投資家が世界景気に対して敏感な日本の、まあ、これは以前もお話ししたかもしれません、まあ、製造業に再度注目してくるのではないかと、まあ、上場来安値を更新していたようなブルーチップ、まあ、こちらの方に、まあ、注目したいと思っております。なかんずくブルーチップといいましても、このところ、まあ、業績が悪化しているものよりはそこそこの業績を保っている自動車関連注目したいと思います。